そろそろバイトの時間か。雪村くんのバイトって家庭教師よね。生徒はどんな子なの？不真面目で怠惰なところはあるが、教えれば確実に伸びる。優秀な女だ。へえ。え、女？女子高生？雪村先生、物体 A の効力ってどう求めるんです？それはこうやって指で押す力 F を加えてだな。もう先生ったら。何、未成年に鼻の下伸ばしてんのよ、変態犯罪者。なぜそうなるのだ。いいから早く解いてみろ。なあ、サルキチの落下距離が2分の1グッティの2乗で。まあすぐそういう定式化ができるようになっただけ成長したか。でしょ、ハルタン日々成長してし、だっつーのにうちのパパと来たら会うたびガミってくし、カレー臭くせえし、マジ FK 早くハゲろ。カメラの先生を愚弄するな貴様。時系列データの解析手法で革命的な功績を挙げたのが貴様の父、カグラの解放先生だ。彼は欠損値をフィルタリングし、ノイズを分離する特殊な状態空間モデルを設計し、統計数理の分野に新たなる地平を切り開いた。あの独創的な論文を読んだ時は心を打たれた。ユキピー先生もパパの味方なんだ。ん？何か言ったか？知ってっし、パパがガチですごい人だってことぐらい。だからパパの言うことは正しいんでしょうよ。ユキピー先生はさ、なんか悩みとかってあんの？やっぱ頭いた病で解決？そんなわけがあるか、バカが。考えなければならない問題ならあるな。なんだ？ねえねえ、それってワンちゃん恋バラ的なやつ？は？教えて、超気になる。断る。お前には関係ない。ねえねえ、いいじゃん、ちょっとだけ。ユキティ。おお、雪村君、今日はもう終わりかね。神楽の先生。ユキティ先生、質問し忘れた問題あってさ。ぐ、パパいるし。すまんね、家庭教師などやってもらって。いえ、神楽の先生のお役に立てるのでしたら。助かるよ。どうだね、うちの娘は。はい、基礎学力には欠けますが、素直で吸収力も高く。バカすぎて困るだろう。前回の期末テストの平均点が38点。小中学校のレベルの頭としか思えん。よく今まで生きてこれたものだと逆に感心したくらいだ。まったく、なぜうちの家系からあんなバカが生まれたのか不思議でならんよ。昔からあの通りの出来損ないでね、見た目まで頭が悪そうになりよって。君には苦労をかけると思うが、少しでも君のような優秀な学生を見習って。雪村君。神楽の先生、ピグマリオン効果をご存知ですか？ん？1964年のローゼンタールらによる実験です。小学校のクラスでランダムに生徒を選び、この生徒は成績が向上する才能があるという嘘の情報を教師に伝えたところ、選ばれた生徒たちの成績が向上したのです。教師の生徒への期待感、それによる接し方、教え方の変化が生徒の成長に影響を与えたと考えられます。ジェーン・エリオットの差別実験はご存知ですか？教師のエリオットはある日、小学校のクラスで、茶色い目の子は青い目の子より優れていますと話し、茶色の目の生徒を優遇し始めました。すると茶色の目の生徒は青い目の生徒に対し意地悪な態度を取るようになったのです。後日エリオットは全く逆の発言をしました。実は青い目の子の方が優れています。今度は逆に、青い目の生徒が茶色の目の生徒を迫害し始めたのです。
差別とはどういうものか子供たちに理解させるための実験でしたが、実はこの時差別された側の生徒は差別された期間においてのみ学業成績が大幅に下がったそうです。すなわち人は優秀だと言われれば優秀になり、バカだと言われ続けると本当にバカになるのです。何が言いたいんだね、雪村君。貴様のその言動があの女の優秀さを潰していると言っているんだ。口の聞き方に気をつけろ。失礼、口が過ぎました。また来週来ます。私を解雇なさるならそれまでにご連絡を。なんだし、自分だっていつもバカバカ言ってんじゃん。来てしまったぜ、最大物理祭りなんて勢いで来ちゃったけど、やっぱり場違いだったかな。ま、悩んでも仕方ねえべ。トリマ、旅ってくるとすっこー。わっ！ごめんなさい。大丈夫だった？めっちゃ偉いポリスいいんだけど！うつみやべえ！あー、すいません。うちよそ見してて。いえ、大丈夫よ。私も人を探してて不注意で。奏でちゃん、どこ行ったのかしら？あれ、池田健太。大学祭？ユキピーってそういうの参加すんの？池田研究室の一員としては参加する。エロポリスさん、池田系の人？雪村って人知ってる？え？雪村くんは研究室の同期だけど。あ！パリクソラッキーなんだけど！奇跡じゃね？上がってきたー！そっか、あなたが雪村くんの教え子の。そうなんです。雪村くんならまだ研究室にいると思うけど、今日は雪村くんに会いに来たの？そんなんじゃないけど、最大ってどんなところかなって。ふっかるな感じ。あら、もしかして最大志望？違います。最大とかガチ無理だし、うちバカだし、まだ全然最大とか狙える成績じゃないし、今日もなんか場違いのところ来ちゃったかなって思ってて、だから別に。ねえ、どこか見たい場所はある？よかったら案内するわ。よかったわ。ここに通えたらもっと楽しいだろうな。でもうちにできるかな。来て、あそこが研究室よ。うわー、白衣かっけー。池田犬のユニフォームよ。うちではみんな着てるの。その白衣は今日の記念にあげるわ。私のお古だけど。マジ？いつかあなたが最大に来る日のためにね。あの雪村くんに教わっているんでしょ？だったら余裕よ。雪村くんは信じて大丈夫。それだけは私が保証するわ。あの人に振り落とされずついてこられるなら何だってできる。あ、雪村くん、あなたが家庭教師で教えてる子が遊びに来てるから電話したの。今どこにいるの？ユキピー、うち最大受けるかも。あ、なんだ、枕のか。そんだけ、うち帰って勉強するね。バイバーイ。お姉さん、今日はありがとう。また来るね。待ってるわ、ここで。頑張ってね。ハル、帰ってたか。兄？いや、珍しいな。
お前が自習なんて。だってユキピー先生から宿題土着さ出されてし、それにうち最大受けるから。お、そうか、頑張りなさい。